皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬マナバズクイズです。ペルビアンヘアレスドッグは南米で唯一の土着犬種である。答えは丸です。ペルビアンヘアレスドッグはペルー土着犬種として古い時代から人々と共存してきました。南米では唯一の土着犬種です。その名の通り無毛で、皮膚は日に焼けると色が濃くなるのが特徴です。耳はピンと立っていて周囲の警戒を怠らない番犬として最適な犬種です。以上で愛犬マナバズクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。